はい、ありがとうございます。それではハイパーパラメータ最適化フレームワークオプチュナの最新機能紹介というテーマで、プリファードネットワークスの柴田がお話しさせていただきます。最初に簡単に自己紹介をさせてください。プリファードネットワークスでは今、私はリリースマネージャーということでオプチュナ 3.3 やオプチュナ 3.4 という、最近のリリースのリリースマネージャーをしていました。あとは今日もちょっと紹介するんですが、オプチュナのウェブダッシュボードの作者でもあります。 GitHub C バタ、Twitter の方は C アンダースコア BATA アンダースコアというのでやっていまして、今日の発表資料についても Twitter の方からリンクを今日投げていますので、そちら遡ってみていただければと思います。ちょっとスライドの中でもちょっと飛びづらいリンクとかがちょっと長めの URL とか入っていたりするので、こちらの前の画面見づらいときはそちら見てください。はい、では早速なんですけれど、オプチュナ 3.4 という最新機能が、先々週頃にリリースされました。ちょっと音声とかも入るかわからないんですが、よければ動画もあるので見ていただければと思います。すいません。流れるかな。はい、ということで、オプチュナ 3.4 で新しく入りました4つの新機能というのをこの動画では紹介しています。で、今日の発表でもですね、この4つの新機能についてご紹介させていただきます。ちょっとすいません。はい、スライドに戻りました。はい、でただオプチュナこれまで使ったことがないという方だったりとか、使い方よく知らないという方もいらっしゃるかと思いますので、最初はオプチュナの概要と基本的な使い方から始めまして、その次に今回入った新機能の使い方をご紹介させていただければと思います。オプチュナの基本的な使い方というのはそんなに難しくないかなと思っているんですけれど、結構最新機能とかどう使えばいいかわからないという方も多くいらっしゃって、開発者としてはぜひ新しい機能を使っていただきたいなということで、今日この場で持ち帰っていただければ幸いです。はい、では早速オプチュナの概要と基本的な使い方をご紹介させてください。オプチュナというのは Python のハイパーパラメータ最適化フレームワークというものになります。ハイパーパラメータ、このセッションに来ていただいていただけている方、ご存知の方も多いのかなと思いますが、機械学習の中で学習をするときに人間が設定しないといけないようなパラメータのことを指します。オプチュナは主にはこのハイパーパラメータを最適化することに使われるんですが、それ以外にもさまざまな利用用途がありまして、例えば弊社で開発リリースしている自立移動ロボットのカチャカというロボットの中では、この中でオプチュナが動いています。オプチュナを使って学習したモデルが動いているのではなく、中でオプチュナが動いているという状況です。で、他にも最近だと外部の方がですね、 3DCAD の構造最適化にオプチュナを使うということでブログを書いてくださったりしていまして、機械学習だけではなくてですね、広い領域に採用されています。インストール方法こちらのように PIP インストールオプチュナで簡単に入ります。はい、で、オプチュナの使い方をちょっと簡単にご紹介させていただきます。オプチュナはですね、大きく5つのステップで利用いただくことが可能です。まず最初にやるのがですね、目的関数というのを定義します。目的関数というのはこのスライドにありますように、トライアルオブジェクトっていうのを受け取って、何らかの評価値フロートの値を返す関数のことです。
ここではですね、本来オプチナ機械学習のハイパーパラメータ最適化等で使われるんですが、ちょっと説明を簡単にするために簡単な数式を用意してきました。 x1-2+x2+5、この関数を最小化するような x1 と x2 パラメータをオプチューナで探してみます。数式が分かっていればこれの最小化、これが一番小さくなる x1、x2 は2とマイナス5だと簡単に分かるかと思うんですけれど、ここで重要なのはオプチューナはこの数式を知らないということですね。オプチューナが分かるのは x1 と x2 を何か渡してみたら何か数値が返ってくるという情報だけで最適化を進めていきます。はい、で目的関数が定義されましたら、次にやるのはパラメータをサンプル、ここでは x1 と x2 をオプチューナでサンプルします。サンプルする際にはですね、探索空間というものを定義しまして、今回は x1 はマイナス10から10の中の範囲で値を取る、フロートの値ですと。で x2 も同様でマイナス10から10の値を取る不動小数点数ですと。ということでサジェストフロート x1 マイナス10、10のようにパラメーターをサンプルします。そうすると実際にサンプルされた例えば3っていう小数、不動小数点数が x1 に入ったりするわけですね。はい、目的関数の定義が終わりましたら、次にやるのは最適化の状態を管理するスタディオブジェクトというものを作成します。でここではスタディ最適化の履歴というのをデータベースに保存しようということで、ストレージという引数から sqlite:\db.sqlite3 という sqlite3 のファイルパスを指定しています。スタディオブジェクトの作成が終わりましたら、先ほどの目的関数を渡して最適化を実行開始します。ここではこの目的関数を100回呼び出します。100回呼び出す中でパラメータをいろいろ試行錯誤を変えながら、最も目的関数の評価値が最小になるような x1、x2 を探してみようと。で最後にそこで見つかった値を出力します。最小となる評価値は何々でした、最も最適な x1 と x2 パラメータはこうでしたっていうのをプリントしてあげるわけですね。実際に実行した結果はこのようになりまして、評価値が 0.023、 ベストパラメータは x1 が 2.06、 x2 がマイナス 4.86 ということで、最適解は x1 が 2、 x2 がマイナス5になるんですが、数式の情報を与えなくてもですね、パラメータとそれに対する評価値の情報から100回の評価でおおむね最適解に近いパラメータというのが探索できていることが分かります。またですね、冒頭でも少し紹介させていただきましたが、オプチュナダッシュボードというウェブのダッシュボードがありまして、これを起動することでオプチュナの最適化の履歴を詳しく見たりだとか、探索空間の形状みたいなものを可視化してみたりとか、そういうことができるようになります。使い方は非常に簡単で、 PIP インストールオプチュナダッシュボードをした後に、オプチュナダッシュボードコマンドに先ほども指定した SQLite のパス、ストレージ URL を指定していただくと Web のダッシュボードが立ち上がって、このように結果を見ることができます。はい、より詳細な使い方に関しましては、オプチューナ開発チームの方で公開している書籍が、出版している書籍がありますので、こちら見ていただければと思います。特にアルゴリズムの話だったりだとか、今すごい簡単にご紹介させていただきましたけど、書籍に詳しく書かれていますので、もしご興味ある方こちらご覧ください。はい、ではオプチュナの基本的な使い方が分かったということで、最新機能の使い方だったり紹介をさせていただければと思います。はい、最初に紹介するのがオプチュナアーティファクトを使った実験管理に使える機能です。これは例えば MLF フローだったりだとか、Weights and Biases のようなツールサービスを使うと、何かメトリックスを
サーバーに送って後から見たりだとか、学習に使ったデータだったり学習済みのモデルをアップロードしておいて後からダッシュボードで見たりダウンロードして使用したりとか、そういう実験管理のツールよくあるかと思うんですけれど、オプチナでもそれに近い機能を提供してしまおうというものです。なので、先ほど SQLite3 のファイルがストレージとして指定されて最適化の履歴が保存されていましたが、例えば学習済みモデルのような大きなデータをデータベースに SQLite3 のデータベースに突っ込むわけにはいかないので、何か新しい仕組みが必要になります。それがオプチュナアーティファクトということで、左下の図のようにですね、リレーショナルデータベースとは別にアーティファクトストアといわれるファイルストレージをの概念を追加しました。このファイルストレージというのは実際には結構いろんなバックエンドに切り替えが可能になっていまして、一番手軽なものは手元のローカルのファイルシステムの特定のディレクトリ以下に書き込んでくださいというものなんですけれど、このバックエンドを切り替えることで AWS の S3 だったりだとか GCP のクラウドストレージとかもアップロード管理ができるようになります。使い方は非常にシンプルに設計していまして、使い方は右のコードのようになります。最初にやるのは、ここではファイルシステムアーティファクトストアというものをインポートしていますが、バックエンドのクラスを初期化します。ファイルシステムアーティファクトストアはローカルのファイルシステムを特定のディレクトリにアップロードしたファイルを書き込むという簡易的なものなんですけれど、これを例えば BOTO3 アーティファクトストアとか GCS アーティファクトストアというのに置き換えると、ファイルを GCS だったり AWS S3 とかにアップロードできるようになります。アーティファクトストアのオブジェクトが作れたら、アップロードアーティファクトという関数にトライアルオブジェクトとアップロードしたいファイル、そしてアーティファクトストアのインスタンスオブジェクトを渡すとアップロードがされます。トライアルに紐づく形でアップロードがされまして、先ほどのオプチナダッシュボード、ウェブのダッシュボードからもどういうファイルがアップロードされているかというのが見れるようになります。今ここで先に説明してしまいましたが、オプチナダッシュボードの起動方法こんな感じでですね、先ほどはストレージ URL だけを指定していたんですが、-artifactdirectory というコマンドラインオプションでを指定することで、アーティファクト機能も有効にした状態で起動できます。 AWS S3 とかの場合だとBOTO3 のクライアントオブジェクトを作っていただいて、それを使ってオプチナダッシュボードを左下のコードのように起動することで、右の画面のようにですね、オプチナダッシュボード上でアップロードされたファイルだったりだとかを管理、閲覧、ダウンロード等できるようになります。またですね、オプチナダッシュボードの方ではさまざまなファイル形式それぞれに対して専用のビューアーというのも組み込んでいます。最近だと 3D CAD の構造最適化にオプチナを使っているという話を最初にご紹介させていただきましたが、 3JS を使ったアーティファクトビューアーみたいなものが入っていまして、 STL ファイルのような 3D モデルのファイル形式アップロードするとそれがもうオプチナダッシュボード上でリッチに見れるようになっていたり、あとは分子構造だったり画像ファイルはもちろんなんですが、音声だったりそういうのも、アップロードしておくとオプチナダッシュボード上でそのまま中身が、見ることができます。はい、というのが、一つ目の最新機能になります。オプチュナで実験管理ツールのようなようにファイルを管理できるようになりましたというご紹介です。で次はですね、プリファレンシャルオプティマイゼーションという新しい機能、これちょっと大きな機能になるんですけれど、ご紹介させていただきます。まずプリファレンシャルオプティマイゼーションがどうして必要なのか、その背景からちょっとご説明させてください。機械学習のモデルを作る際にオプチュナでは一番最初にお話ししたように評価値というのが何らかのフロートの値として定量的に数値として得られるような問題をこれまで扱っていました。で、ただ世の中を見渡してみると案外そんなにフロートみたいな、定量的な評価値数値として評価値が得られないか得るのがすごい難しい問題というのがたくさんあったりするわけですね。例えば音声合成の例を考えてみると何か音声が生成されてそれを人間が聞いたときに
すごいナチュラルに聞こえるのかだったりだとか、LLM みたいなものを使って自然言語を生成する問題を考えてみても、例えばツイッターのに投稿する文章を LLM で作ります。せっかくならバズってほしいので、訴求力の高いものを生成したいんですけれど、生成された文章が本当に訴求力の高いものかっていうのは結構難しい問題で、数値として落とし込んでそれを最適化するっていうのはかなり難しいというのがあるかと思います。で、こういうある種人間の主観に近いような指標、そういうのを最適化していきたいけれど、オプチナのこれまでの枠組みではなかなか困難でした。で、開発者としてはこういった問題にオプチナが使えないというのはぐぬぬという感じで辛い思いをしてきたんですが、今回プリファレンシャルオプティマイゼーションという機能でこの問題に乗り越えていこうということを考えています。で、プリファレンシャルオプティマイゼーションは非常に新しい考え方というか機能なので、それをちょっと皆さんにもご説明できるようにちょっとチュートリアルというかお題みたいなものを、考えてきました。で、お題というのがですね、オプチュナ君というオプチュナのマスコットキャラクターみたいなものを作ってみようと、そういうお題をちょっと考えていきます。ふざけてるかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、説明にはこれがいいのかなということでご用意させていただきました。で、私はそんなに絵を描くセンスとかがないので、自分で一からオプチュナ君のマスコットキャラクターの絵を描くのは難しそうだということで、エンジニアらしくステーブルディフュージョンで生成するというのを考えてみます。具体的な流れこんな感じですね。まず入力画像としてオプチュナのロゴに手と足を雑に生やしたものを勝手に用意させていただきまして、この画像を可愛い感じにステーブルディフュージョンで変えてほしいと、そういうプロンプトの文字列を用意します。で、これをイメージトゥイメージのモデルに与えると可愛いオプチュナ君っていうのができるんじゃないか、そういう問題を考えてきました。で、これ実際試しに何も考えずに実行すると、こんな感じでですね、なんか違うというのが生成されたりするわけです。で、ちょっとどうにか、もう少しプロンプトだったりを試行錯誤すれば可愛いオプチュナ君とか今求めているようなマスコットキャラクターの絵が生成できるんじゃないかということで、オプチュナを使っていろいろ試行錯誤をしてみようと考えています。ただそのオプチュナ君、生成された画像が可愛らしいかって結構難しい、指標として数値に落とすのはかなり難しいかと思います。そこで使うのが今回紹介するプリファレンシャルオプティマイゼーションというものになります。プリファレンシャルオプティマイゼーションの使い方のシステムダイアグラムみたいなものをここで用意しました。先ほどから数値に何かこの可愛さだったりだとか自然言語が訴求力の高いものになっているかみたいな非常に評価の難しい指標というのがあったかと思うんですが、そういった難しい問題をタスクごとに何か定量的な数値に落とす方法を考えるのではなくて、もう人間の主観に近いような評価が必要なのであれば、人間がそのオプチナの最適化プロセスに介入して評価を代替できるような仕組みを提供すると良いんじゃないかというのがこのプリファレンシャルオプティマイゼーションの考え方になります。で、具体的には例えば生成された画像を見てこれが評価値1ですとか人間がつけると、人によってこれを 1とつけるのか100とつけるのかブレが発生しそうですよね。なのでプリファレンシャルオプティマイゼーションの一番基本的な考え方は、画像2つとか3つとかを見比べてどっちの方がいいですかっていう聞き方をします。つまり絶対的な評価ではなくて比較評価、相対的に見てどちらがいいかっていうのを選んでもらうわけですね。そうすると先ほどの1とかつけるやり方に比べて人間によらず評価者によらず結果が安定して得られるかなと思います。オプチュナはこの比較評価の結果からより良い、より人間がいいと思うだろうというパラメーターを考えてどんどん新しい画像を生み出していくと、そういうことをやります。この中には人間が介入しているので、ヒューマン・イン・ザ・ループ最適化とも呼んでいたりします。はい。で、具体的な使い方はこのようにですね、ヒューマン・イン・ザ・ループ最適化は何かオプチュナのパラメータのサンプルと画像生成アップロードを担当するジェネレーター.py というプログラムと、あとはその
生成された画像を人間が評価するための UI を提供するオプチナダッシュボードというプログラム、この2つのプログラムが協調的に動作しながら最適化を進めていきます。実際のダッシュボードの操作画面こんな感じなんですが、この3つの中からここでは一番悪いもの、これは一番可愛くないっていうものを選ばせることで、残った2つはそれよりもいいという評価をずっと蓄積していくことで、どん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 最適化を進めていきます。はい、ということで、先ほどのダッシュボードをいろいろ回すとこんな感じで、可愛いオプチュナ君が見つかってですね、オプチュナ君もやったというのが今回のお題です。でソースコードの URL はこちらに貼っています。ちょっと長いのでスライドの URL ツイッターとかから辿っていただいて見ていただけるといいのかなと思います。先ほど2つのプログラムが協調的に動作するとお話ししたんですが、オプチナダッシュボードの方は起動するだけで OK なので、重要なのはジェネレーター .py の中身です。ちょっとこの時間に行ごとに詳しくコードを解説していくというのがちょっとお時間の関係上難しかったんですが、ざっくりした流れとしては最初の例にも出てきたようにオプチュナのスタディというのを作成して、先ほどの一つ前で紹介したアーティファクトストアというのを作り、オプチュナでパラメータをサンプルして、ステーブルディフュージョンのモデルで画像を作って、それをアップロードしてというのをずっと繰り返すプログラムになります。行数は非常に短くて、これ100行いかないぐらいのコードで書かれてますので、ご興味ある方はぜひ目を通してみてください。でまたですね、今の例はステーブルディフュージョンのイメージとイメージのモデルの実行が必要なので、ちょっと GPU が動かすには必要だったりで、ちょっと大変だったりするところもあるんですけれど、オプチナの公式チュートリアルでは別の題材でチュートリアルを用意しています。具体的には、R と G と B と RGB のカラーコード3つのパラメータをオプチュナで0から255の範囲でサンプルして何か画像を作ってみます。それが夕焼け色に見えるかっていうのを人間がフィードバックすることで、夕焼け色のカラーコードパッと分かる人少ないかと思うんですが、この人間が夕焼け色に見える画像を選んでいくだけで、そのカラーコードが見つかるという最適化のチュートリアルになってます。はい、もしご興味ある方いらっしゃいましたらこちら見ていただければと思います。はい、最後に紹介するのが JupyterLab 拡張と VS コード拡張です。といってもですね、使い方としてはそんなに難しいことはなくてですね、このように pip インストール JupyterLab JupyterLab-Optuna というのをインストールしていただいて、 JupyterLab を起動すると Optuna ダッシュボードの起動ローンチャーみたいなものがありますので、それクリックしていただいて、こちらですね、ストレージ URL を入力するとオプチナダッシュボードが JupyterLab の中で立ち上がります。他にも VS コード拡張というものを用意していまして、左の VS コードの普通のファイルエクスプローラーから SQLite3 のファイルを右クリックしてオープンインオプチナダッシュボードというのを押していただくと、 VS コード拡張の中で簡易的なオプチナダッシュボードの画面が見えます。 VS コード拡張は基本的にNode.js ので記述する必要があるので、オプチュナダッシュボードをこの中で動かすっていうのは結構大変でですね、オプチュナダッシュボード Python で書かれたツールですので大変なんですが、 Web アセンブリーとかを使ってですね頑張って実装しています。詳細な技術解説記事も昨日弊社のブログから公開させていただいていまして、自分のツイッターからリンクたどってチェックいただければと思います。はい、ということでまとめに入らせていただきます。この発表ではですね、オプチュナの基本的な使い方からアーティファクトという実験管理の機能のご紹介、またプリファレンシャルオプティマイゼーションという、人間が、オプチュナの評価プロセスに介入する方法の紹介をしました。また最後は紹介のみでしたが VS コード拡張と JupyterLab 拡張の使い方についてもお話しさせていただきました。最後にお願いになるんですが、オプチュナ皆様のプロジェクトでもぜひご活用いただければと思っています。気に入った方はぜひ GitHub スターも
よろしくお願いします。またプリファレンシャルオプティマイゼーションとかアーティファクト、最新機能でまだまだ活用事例がないんですけれど、開発者としてはぜひいろんな人に使っていただいて、事例がどんどんネット上に増えてくるといいなと思っています。もし使われたという方はですね、ぜひブログだったりだとか SNS でシェアしていただければ幸いです。はい、ということでプリファのネットワークスの柴田がお話しさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。発表ありがとうございました。質問がある方は挙手をお願いいたします。では真ん中のブラウンの方ですね、はい、マイクが届くまでお待ちください。ヒューマンインザループ最適化の話とても面白くてありがとうございました。ちょっと質問があるんですけれども、最近その人間じゃないと評価値が出せないと考えられてたやつを、それこそモデルにその評価させたりとか、あとなんかどっか去年かなんかの論文で見たんですけど、自動運転分野とかでその一部はヒューマンインザループで実際に人間が入ってもらって、その時の値をもとに、部分的に残り の多くの部分を機械でやって、またたまにヒューマンインザループが介入してみたいな、ユースケースとかっていうのを見たことがあるんですけど、そうしたものっていうのは今後サポートされたり、なんか考慮に入ったりする可能性ってありますか？ありがとうございます。まずすごくいい質問だと思いました。一つ目の評価値を人間が入れるのではなくて、何か他の代替手段を考えるみたいなところはちょっとオプチュナでは範囲外として、もしそこで落とせるのであれば、普通のオプチュナのインターフェースが使えるので、それで最適化していただくのが良さそうと思っています。で、2つ目の人間の評価と定量的な評価をうまく交互に使ったりだとか、組み合わせて最適化を進めていくみたいなことは、実用上は結構重要かなと思っていまして、弊社の中でもそういった事例がいくつかあったりはします。で、またオープンになるものもあるかと思いますが、なので今の API の仕組みでも頑張れば実装できるというのがまず回答なのと、これからもしいい例が出てきたら、はい、オプチュナの方でも公開させていただければと思っています。ありがとうございます。ぜひ注目して見ていきたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もう一方お手を挙げてくださっていた後ろの、はい、白いシャツの方お願いいたします。新機能の紹介ありがとうございました。仕事でも使ってて本当に助かってます。ありがとうございます。今回 の例として見せていただいた画像生成のプチュナ君の可愛いやつを出すやつは、あれは入力のプロンプトを徐々に生成して変えていってるって理解でよろしいですか？それとも中の数的な何かのパラメータの数字を変えていってるんですかね？とてもいい質問でですね、こちらもプロンプト最適化がオプチュナで扱うのが際にどうやるかっていうのをちょっとイメージできているからこその質問なのかなと思います。で、まず探索空間を今回このようにしていまして、ステーブルディフュージョンのモデルを実行するときの、ガイダンススケールとかストレングスみたいな、数値もサポートしているんですが、問題はプロンプト最適化の部分をどうするかというところかなと思います。これは結構やり方いろいろ選択肢が考えられて、実際どうやっていくといいかっていうのは我々の中でもまだ模索中なんですが、今回やっているのはまずベースとなるプロンプトを用意します。で、ここではアンマスコットキャラクター with two eyes and a mouth ということで、2つの目と1つ口があるようなマスコットキャラクターをベースとして、何か表情だったりだとか、スタイル、アニメ風なのか写真風なのかだったりとか、アジェクティブズがキュートなのかファニーなのかチャーミングなのかとか、そういうかわいいオプチュナ君っていうのが連想されるであろう単語をサジェストカテゴリカルの API でサンプルします。あとはネガティブプロンプトも入れることで、より求めているものが出るかもということで、ネガティブプロンプトもいろんなパターンこんな感じで試してですね、ジャンルごとにこの与えられたカテゴリカルの中から一つ選んでくるというのをやっています。どうしてもプロンプト全体をうまくサンプルするっていうのはちょっと今のオプチュナの仕組みでは難しいというのがありまして、現在はこのような代替手段を取っている感じです。分かりました。組み合わせ最適化みたいなフレームで、最適化を試みているということでよく分かりました。はい、それもすごくいい質問でおっしゃる通りです。なのでこれを本当にちゃんと回すのはかなり評価回数が必要というのがまずあります。で、オプチュナ 3.4 今回のリリースではですね、単純な組み合わせ最適化だと最適解みたいなものにはほぼ諦めるというのが
実用上そうなってしまうかなと思うんですが、このカテゴリカルの中でこれらの要素がどれくらい近いのかっていう距離を定義する API を実は 3.4 の中でひっそり入れていてですね、オプチャー 3.4 のリリースブログ見ていただけると分かるんですが、完全な組み合わせ最適化ではなくてこの選択肢の距離を考慮しながら最適化を進める方法が用意されています。ちょっとこのデモではそちら使っていないんですが、そのあたりで改善の余地があるというのがあります。ありがとうございました。なんか画像生成どんどんあさっての方向に行っていっちゃうなというのがあったので、うん、だんだん頑張っていればだんだん可愛くなるようになるのは嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。申し訳ありませんが30分、お時間になりましたので柴田さんのトークを終了させていただきます。先ほど手を挙げてくださった方、直接後ほどお声掛けいただければと思いますのでお願いいたします。では柴田さん、発表ありがとうございました。皆様、はい、大きな拍手をお願いいたします。